から待って英語を教えてあげたいなと思ってるんですよ。いつもいるんだね。はい、いきなり現れるから本当びっくりするよ。今日も頑張っていきましょう、英語を、はい、頑張っていきましょう、はい、今日はそこまでどうやって行けばいいのか教えてください。道を聞くときとかいいですね、はい、How do I get there? はい、はい、How? How do I get there? There. There. はい。How do I get there? Get there. うん。How do I get there? これでもうどういうふうに弾くのか。How do I get there? はい。How do I get there? どうですか？はい、すごいです。大きい声で言ってみました。迷った時とか使います。今日英語勉強できましたね。よかった、役に立った私。ちょっとこれは短いから、前回ちょっと長すぎたね。あ、そうですね、これの方が短くて覚えやすいかもしれない。そっちの方がいいね。でもまあ一応今日覚えたと思いますが、はい、勉強カードを渡しておくので、はい、テストをまた今度しますので覚えておいてください。頑張ります。はい、以上、彩香の突撃英会話でした。いつまた現れるんだろう。明日ぐらい。